では〇〇 OB。とんでもない可能性。セルティックの OB であるクリス・サットン氏は、畑レオが将来的にプレミアリーグでプレーすると信じているようだ。セルティックの不信には理由があるんだ。彼らは畑レオを中央のポジションに戻した。私が思うに、彼は今シーズン5試合しか先発していないからね。彼は最終的にプレミアリーグでプレーすると思うよ。そうだ。それくらいいい選手なんだ。彼はセルティックにとって本当に重要な存在だ。なお、67ヘイルヘイルは、騎手がどれほど優れた選手で、チームにとってどれほど重要な選手であるか、ファンも理解していると主張。いずれ移籍することは分かっているが、それがずっと遅くなることを祈ろうと伝えている。インサイド、アタッカー、ボランチ時には、サイドもこなせるユーティリティに加え、戦術理解度が高い、プレミアでも十分通用するんじゃないかな。今の代表攻撃メンバーでも、三笘、伊藤同様欠かせない選手になりつつある、古代リーグでも、やっていけるだけの能力がある、選手であるのは確かだと思う。あとはチーム次第だよね。久保を使いこなせる環境だったので、やっとこさ能力をいかなく発揮できたというか、そういうチームに巡り合えるかどうかが、健康なサッカー人生を送ることを考えると、プレミアは厳しいかもしれないなって想像します。いち早く次の舞台に挑戦してほしい。監督が変わってセルティックではやり残したことがないと思う。古橋も同じく。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではサッカーネタを毎日投稿しています。ぜひチェックしてね。